入れました。Thank you.
腹打ちに一発で持ってくるのちょっときついな。長岡天神から終盤まで歩くと30分ぐらいかかる。最後坂や、最後坂道やったね。
抱きながら蹴る、あの踏み切るっていう感覚あんまりよく分かってないから、東京の踏みっていうのはこう後ろにこう飛んじゃなくて、飛んだらこっちも後ろ飛んじゃうんですよ。蹴落ちっていうのは足元に背中を飛んじゃうから前にこう歩くんです。その時の感じが多分踏み切った時足が前に出していくっていうのがつながるので、Thank you.
踏み切るときにもう体がこうなっちゃってるでしょ。あ、それでも足がこう前に上がれば上に上がるんだけどこっちに後頭に当てるから、はい、いずれにしても回転かけるからある程度上半身を倒すんだけど、はい、だからこう踏み切るときにこう飛んだらアウト、はい、こう足が上がらないとそのままこう飛んでしまうと、はい、完全に後ろに。回転かけって状態どうしてもちょっと倒すからこういう練習しててもやっぱりそれに引っ張られてるって言ってしまうと、タックからやってみます。
たいと思うまでは僕もあんまりやれやれ今のことをしてるThank you.
ほら。もちゃ無理せんで。無理せんで。とにかく後ろにバタッと倒れると。最後はもう身体構わへんから、もうこう行ってくる。もう身体構わへんから。途中までは体伸ばして、まま倒していってバタッと。勢いで体がこっちに倒れてるので、はい、これとこっちも引きながら、はい、覚悟がいりますね。怖い技ではないよ。目あぶこ見てる？この辺です。苦しいと時足も、足先にもなさってください。はい。
足をちょっと前に出すぐらい。だからフッティングで足を前にちょっと出すだけぐらいに。
Thank you.
にしてあげて。あとはね、宙返りの時に、宙返りかな、開きのとこやな、マジで。ピンと伸ばすやつです。ここから、これで、ああ、抱え替えできてへんな、手がなんか変なとこ行ってるな、これ明らかに。ああ。で、もうここでベッドは見るよね。はい。ベッドは見てるんだけど、体伸びてないの。この時にピンと伸ばしたいんだ。はい。あとはもう、今のちょっと明らかに手の使い方おかしいな、ちょっと。今気付けてなかった。これが、ここでちゃんと一回キュッと持たなあかんのがそのまま手が後ろに回ってちょっと長いなんか横で見てて気がつかなかった今ビデオで見るまでいつもやってんのかちょっと確認してなんか抱えからって話すとこに時にやっぱ手が妙にバタバタしてるなそれちょっとなおかなよく分かるな。
時の感じで、やっぱりケツの上がりが不十分な感じがするかな、はい、ここで、あでも、まあまあ、でもこの後は割とちゃんと上がってるか、この段階ではまだ手はここ持っててほしいんです、はい、でもこういって振り上げて、ここ持たずにもうひゅーっと出かけちゃうなかったね、それはちょっとおかしいので、うん、それはちょっと細かいことやけど、ちゃんと修正しておこう、でないと体伸ばす時もなんかこんなになってたら毛伸びないんで、そこからピュッとこのまま、あおー、キュッと伸ばしたい、ああなるほど、多分、うん、後半の体の動き時にもちょっと変なこと、もっと体ぐっと伸ばして、ぐっと伸ばして胸を突き出す、そう、やったらちょうどいいかな、もう少しちょっとまだお尻が折れるの早い感じでしょ、ですね、足先上げると意識しちゃって、ちょっと遅かったよ今の、はい、あれだとお尻が先ついちゃって手が遅れちゃうから、手とお尻は同時に掴まる、thank you。
本人が納得いけば。じゃあ、お気をかけます。はい。